こちらへとミアはお言いになって、お居の中の貴重を隔てた席へ若君は通された。あなたにはあまり合いませんね。なぜそんなに向きになって学問ばかりおさせになるのだろう。あまり学問のできすぎることは不幸を招くことだと大臣もご体験なすったことなのだけれど、あなたをまたそう押し付けになるのだね。わけのあることでしょうが、ただそんなに閉じ込められていてはあなたがかわいそうでならないと内大臣は言った。時々は違ったこともしてごらんなさい。笛だって古い歴史を持った音楽でいいものなのですよ。内大臣はこう言いながら笛を若君へ渡した。若々しく朗らかな音を吹き立てる笛が面白いために、しばらく弦楽の方はやめさせて、大臣は行さんな風でなく表紙を取りながら、萩が花ずり、かっこ衣替えせんや、我が衣は野原篠原萩の花ずり、かっこ閉じる、など歌っていた。太政大臣も音楽などという芸術がお好きで、政治の方のことからお抜けになったのですよ。人生というものは、せめて好きな楽しみでもして暮らしてしまいたいと言いながら、老いに灰を進めなどしているうちに暗くなったので、火が運ばれ、湯漬け、菓子などが皆の前へ出て食事が始まった。姫君はもうあちらへ返してしまったのである。強いて二人を隔てて、琴の音すら若君に聞かせまいとする内大臣の態度を、大宮の古女房たちはささやき合って、こんなことで近いうちに悲劇の起こる気がしますとも言っていた。